太陽が見えてますね。再び外に出てます。涼しくなって歩きやすくなりました。15年ぐらい前かな、青森駅の方に来たのは。お店なんかもあったはずですが、海を見に行きます。あそこから行けますね。ここは太陽が見えないよ。砂浜、夕涼みしてる感じですね。あれが八甲田丸でしょう。私も乗ったことあるはず。海峡フェリーで5回渡ったはず。あの橋が歩けるんですね。行ってみましょう。ここは夕日が見えました。一部だけど、向こうはどうかな。帽子を飛ばさないように。ここはよく見えました。今日の夕日、18時45分。だいぶ低くなってます。あそこに灯台があります。あっちから来ました。ホテルの様子、船ではほとんど寝てました。青春18切符が使えたんです。列車も入ったはず。はあ、影になって本当歩きやすいです。先ほど見た砂浜、青森だ。ここで左、アスパムの案内。これは橋が開くようになってるか、引っ張るんですね。夕刻の景色、こっちに行けます。繊細の日、青森駅のホームです。特急がいますね。八甲田丸、線の跡が残ってます。可動橋も散歩してみましょう。陸橋入れるんですね、八甲田丸。綺麗な草原、八甲田丸のそばです。側面からメモリアルシップ、少し上がってみます。花が飾ってあります。閉まってるけど見れます。乗船口です。青森駅の線路の延長部分、もうすぐ19時です。なんかやってるんですね。お、今電灯がついた。残りは三角のアスパム。太鼓が響きますね。向こうからも聞こえてます。
夕刻の空、駅の方から聞こえるんです。練習にしては音が大きい。ここを歩いてみましょう。風車が回ってません。港の似合った柵、あそこで行き止まりみたい。どうなってるんかな。堤防が続いてます。灯台まだ光りません。穏やかな海面、橋がよく見えます。あそこは水が溜まってます。鳥がいますね。赤っぽい空、だんだん暗くなるでしょう。ライトが増えたかな。今音がやみました。観光用のねぶたの音楽でしょう。あ、またうっすら流れてきた。青森駅、青函連絡船に乗り換えていたところです。今は駅弁どうなってるのかな。霧がかってる感じ。結構人が歩いてますね。ルートインはあそこだ。3両編成では近くまで来ませんでした。八甲田丸を振り返ってます。自転車いっぱい。青森駅の改札口はあっちです。この間一区間乗りました。駅から近いホテル、タクシー乗り場から金魚、バス乗り場、青森駅、あそこに韓国さん、青森の夜景、あっちが駅です。なんか誘導路みたい。朝市寿司、横断歩道が消えてるよ。焼肉のいい香り。いきなりステーキだ。